ブロック D はソビエトの開発した上段ロケットである。当初は N-1 ロケットの上段ロケットとして開発されたが N-1 計画の中止後はプロトン K やゼニットの上段ロケットとして使用される。上段ロケットとして2005年現在において250回以上打ち上げられ、2002年時点において改良型のブロック DM は1974年、 以来218回打ち上げられ、1997年から2002年までは、すべて成功しており、成功率は97%である。1960年代に、ソビエトの有人月計画で開発された N-1 ロケットの5段目として開発された。1967年3月に月計画の、試験のゾンド衛星の打ち上げに初めて打ち上げられた。有人月飛行で、 ブロック D は月への中間軌道で使用される予定で月周回機と月面着陸機を月軌道へ投入して月面着陸のために LK 着陸機を減速する用途に使用される予定だった。ブロック D はソビエトの無人月、火星、金星探査に使用されたプロトンロケットの4段目としても使用される。プロトン K では現在でも使用される。ブロック DM は シーローンチ計画で、静止衛星の打ち上げに使用される、ゼニット -3SL の3段目としても使用される。2002年に、ブロック DM3 を使用した、アストラ 1K の打ち上げに失敗した。このロケットは、液体酸素とケロシンを推進剤として使用し、単一の燃焼室を備える RD-58 が、主エンジンである。液体酸素タンクは、休憩で、 ゲロシンタンクは、環状で、燃費向上のために15度の角度で、供給管が配置され、エンジンはドーナツの中心に備えられる。タンクには、ポンプの一段目が含まれ、主ポンプはエンジン上に設置される。ブロック D の重量は、離陸時に3.5トンであるが、いくつかの部品は飛行中に切り離すので、宇宙空間での乾燥重量は2.5トンである。 全長点7メートルで 83.300KN の水力を600秒間生み出す。ブロック D は1974年に 11D-58S エンジンを備えることにより、ブロック DM として改良された。単体の費用は400万ドルドルである。ブロック D を開発した RKK エネルギアでは長年にわたって異なる用途のために多くの改良型が開発され、 ブランの主推進装置は、ブロック D の改良型として始められた。ブロック DM-03、グラオインデックス 11S861 から03は、ロシアのプロトン M の4段目で使用される。2010年12月に初打ち上げだった。しかしながら、2013年7月時点において4段目の点火前に失敗しており、最初の打ち上げ失敗の要因は、 ブロック DN の燃料供給に問題があった。ロケッツ、ランチャーズ、N1、ブロック D、RUSS-IANSPACEWEB.com、2007年9月20日閲覧。シーローンチスタンズビハインドザリライアビリティオブザ、ブロック DM、ボーイング、2007年9月20日閲覧。11D-58 サマリー。 アンドリューズ・スペース・テクノロジー2007年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年9月20日閲覧ブロック DM11S862008 年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年9月26日閲覧クラネスありがとうございます